こんにちは、こんばんは、スノーです。今回はエネルギーデータのグラフ化についてご紹介したいと思います。グラフ化するにあたって、今回は Excel と Python 両方を使って比較していきたいと思います。今回やることは、Excel でエネルギーデータのグラフ化、Python でエネルギーデータのグラフ化、1日や1時間などのエネルギーデータを集計した後のものをグラフ化したいと思います。今回扱うデータに関してはこのような形になっています。期間としては1日分のデータで、周期は15分ごとになっています。カラムとしてはタイムスタンプが1列目で、2列目に電力データが並んでいます。では、グラフ化を行っていきましょう。それでは Excel でデータのグラフ化を行っていきたいと思います。今回使用するデータはこちらです。これをグラフ化していきたいと思います。まずはコントロールとシフトと矢印ボタンを使って、範囲を囲ってグラフ化します。棒グラフを選択します。コントロールとシフトボタンを使うと端っこまで移動できるので便利ですね。で、次に軸の変更します。時系列なのでテキスト軸とかにするとこうやって、時系列の順番で並べることができます。まあ Excel だとあっという間でしたね。それでは次に Python で行いたいと思います。まずライブラリーのインポートを行います。CSV の中に日本語が含まれる場合はこういった記述が必要ですので、含まれている場合はこの2行を追加してください。それぞれ Pandas は CSV を操作するために、 Matplotlib はグラフの日本語化のために導入しています。今回 CSV ファイルに日本語を含まない場合はこのマットプロットリブをインポートする必要はありません。それでは CSV を読み込んでデータフレームに変換してみたいと思います。Pandas の read CSV を使って読み込みます。今回サンプルデータエレの下のサンプル CSV を入力します。エンコーディングには日本語対応のためシフトジスを入力し、タイムスタンプは1行目にあるので、インデックスコルには0、パースデーツにも0を入力してデータを読み込みます。この設定でデータフレーム PD-ReadCSV でデータフレームを作成し、データという変数にデータフレームを格納します。これで格納されました。それでは格納したデータフレームを見てみましょう。はい、これで、CSV を Python の方に読み込んだ形になります。ちょっと Python ここまでは劣勢ですかね。それでは、読み込んだデータをグラフ化したいと思います。データプロットを押すとこれだけでグラフ化自体はできます。ただしちょっと見栄えが悪いので、サイズとして、これでフィギュサイズ15の5としてグラフのサイズを広げます。また先ほどは、棒グラフでしたので、バーとして、カインドにバーを入れることで棒グラフに変更できます。はい、こういった形で、棒グラフを作成することができます。これらを比較してみると、
単純なグラフ化だけであれば Excel の方が早くグラフ化できたかなと思います。ただ Python が進化を発揮するのはここからです。ではこれ今まで15分データだったものを例えば30分データに集計してグラフ化するのはどちらが早いでしょうか。ではやってみたいと思います。それでは30分のデータのグラフ化を行いたいと思います。まずは15分のデータの集計を行いたいと思います。名称はちょっと適当ですけれども30分としてどうするのが一番早いかと考えたときに30分のデータを Excel だとこうやってコピーすることで棒グラフまで簡単にできるかなと思います、まあ、ちょっと見栄え的にあまりよろしくはないんですけれども30分で集計した結果をグラフ化することができました。次に、では1時間の集計した結果をグラフ化するためにはどうしたらいいか。おそらくここからやり方がピボットテーブルを使う方と列を増やす方に分かれるかと思うんですが今回は列を増やしたいと思います。1時間ごとにデータをサムで作ってあげて、このまま1時間ごとにデータを連続で作ると。でタイムスタンプと1時間の列を指定してグラフ化するといった流れになるかと思います。まあ、毎回テキストの軸は変更が必要ですけれどもこういった形でグラフ化できます。ただしもうこうなってくるとだんだん間にタイムスタンプが入ってきちゃうのでここをフィルターで、なくしてあげるとかそういった操作が必要になってくるかなと思います。これで Excel を使った1時間と30分のデータのグラフ化の方法が分かりました。それでは Python ではどのように集計してグラフ化していくか確認したいと思います。それでは先ほどの Excel と同様に30分の可視化と1時間のデータを作って可視化していきたいと思います。他に変数を定義して30分で集約します、はい、これで30分に集約ができました。では先ほどと同様にコピペしてどういった形になっているかを可視化してみたいと思います。はい、こういった形で可視化できるようになります。続いて1時間ですけれども上の作ったものをコピーして貼り付けて H、 1時間の H ですね。することで1時間のデータが出せます。お気づきかもしれませんがこれを次はコピペしてリとすることで1日の積算値も出すことができます。こういった形で Python の場合はいろんな集計結果を出すのが比較的得意なのでここの文字一つ変えるだけでいろいろな集計結果のデータを出すことができます。今回は例えば SUM で行いましたがここを MEAN と変えることで平均値が出せたりもします。これ好みもあるかと思いますがどちらが早いでしょうかね。 Python は英語の部分を変更するだけで集計方法が変えられるのでとても便利かなと思います。サクッと見てみたいときに活用するのはいかがでしょうか。